皆さんこんにちは、私のチャンネルへようこそ。この朝日報道で永田町や霞が関に激震が走った。朝日新聞10月21日朝刊は一面トップに自公過半数微妙な情勢自民単独過半数割れの公算衆院選情勢調査の見出しを掲げて次のように報じた以下は同シリードより一覧自民党落選危機。 候補者24人の実名はこちら、現時点では、一自民党、公明党の与党は過半数、233議席を維持できるか微妙な情勢で、自民は公示前の247議席から50議席程度減る見通しに立憲民主党は公示前の98議席から大幅増産国民民主党、令和新選組に勢いなどの情勢となっている。 記事中に同志調査の議席推計が紹介されている。自民党の全体、事前247が下限184、中心値200、上限217。選挙区、事前182が下限135、中心値144、上限154。比例区、事前65が下限49、中心値56、上限63。 公明党の全体、工事前32が下限17、中心値25、上限33。選挙区、工事前9が下限2、中心値5、上限8。比例区、工事前23が下限15、中心値20、上限25。この推計では自民が200を奇数に184から217議席。 公明は25期数27から33議席となる。基軸の200と25の計225議席が朝日の予測と言っていいだろう。衆院過半数233議席を8議席下回っている。記事によると、小選挙区はインターネット調査から、比例区は電話調査から得た情勢を掲載したとしているが、 筆者の耳に届いた朝日の予測数字は実際に紙面に掲載された数字とやや異なる。石破辞任後のシナリオ、平たく言うと、自公連立政権にとってはるかに厳しい数字だったという。自民は190を奇数に180から200議席、公明が27を奇数に26から28議席であり、自公を合わせると奇数の190と27の計217議席である。 自民が現有議席から57議席減、公明は現有議席から5議席減だ。すなわち、過半数に16議席も及ばない連立与党の敗北となる。では、その結果、どのような事態が待ち受けているのか。27日が衆院選投開票日である。たられバによって論考を進めたくないが、背に腹はかえられぬ。時効を合わせて220議席を相当数割り込んだら。 たとえ事前に追加公認対応や国民民主党、玉木雄一郎代表との連立交渉を始めていたとしても、石破茂首相、総裁と森山宏幹事長の引責辞任は避けて通れない。翌日未明になるにしても、石破、森山両氏の辞任会見は不可避である。その場合のシナリオは、1点、林芳正官房長官が退陣する石破首相から首相臨時代理に指名されて、 同氏は3日後の10月30日に衆参院議員総会を招集し、次期総裁を選出する。石破執行部は退陣するにしても、おそらく首相答弁も心配なく、主要政策に通じ、敵が少なく、性格温厚な加藤勝信財務相を後継候補として担ぐはずだ。一方、武智早苗前経済安全保障相は間違いなく出馬表明する。加藤 VS 高市は、 総裁選のの対立構図の再来となるそれはまさに石破、森山、岸田、文雄前首相、菅、義秀副総裁、連合 VS。高市、麻生、太郎最高顧問、茂木、利光前幹事長、旧安倍派連合。再び自民党を二分しかねない権力構想である。2、投開票日前の調整、折衝などありえないので、 総選挙結果が判明後、直ちにより、異論で自陣営に有利な次の総理を選出するための綱引きが現執行部側と高市陣営の間で繰り広げられることになる。結局、次期首相の外交日程、11月15から16日にペルーの首都リマで APEC サミットと同18から19日にブラジルのリオデジャネイロで G20 サミットも控えているので、 事前の調整は不調に終わり、11月6日招集の特別国会での主犯指名選挙に突入する。1979年10月総選挙から11月20日の第二次大平内閣発足までの40日構想の中で、同6日の主犯指名選挙に同じ自民党から首相候補として大平正義氏と福田武雄氏の2人が名乗り上げて以来となる。この 大福戦争は党内対立を激化させて、翌年5月のハプニング解散を将来させた。ここまで石橋退陣を前提にしたシミュレーションを悲劇したが、実は NHK も情勢調査を実施している10月18日から20日。なぜか未公表であるが、情報筋によると、自民215議席、公明16議席の計231議席だったとされる。過半数に2議席不足だが 公明の16議席は、朝日、調査の下限17より1議席少ないのは特心がいかない。少なすぎるので、おそらく過半数をぎりぎり確保できると、筆者が新多く選挙予測のプロは言う。翌21日夜9時から約2時間、東京・永田町の自民党本部で石破総裁、菅副総裁、森山幹事長、小泉進次郎選対委員長、関口翔一参院議員会長。 元塾ひと志自民党本部事務総長が一周、協議した。内容は漏れてこないが、協議後の参加者の雰囲気は非常に暗かったというのである。結果はやはり、投票箱を開けてみないとわからない。どう思いますか気に入っていただけると嬉しいです。また次回お会いしましょう。